リンネ。リンネとは、サンスクリット語のサンサーラに由来する用語で、命あるものが何度も転生し、人だけでなく、動物なども含めた生類として生まれ変わること。漢字のリンネは、生命が無限に転生を繰り返す様を和を描いて、元に戻る車輪の軌跡に例えたことから来ている。日本語読みのリンネは、レオンによるものである。インド哲学において、生物らは、 死してあと、生前の行為つまりカルマ、の結果、次の多様な生存となって生まれ変わるとされる。インドの思想では、限りなく、生と死を繰り返す、輪廻の生存をくとみ、二度と再生を繰り返すことのない、下脱を最高の理想とする。ヒンドゥー教の前身であるバラモン教において、初めて断片的な輪廻思想が現れたのは、 バラモン教最終期のブラーフマナ文献内史最初期のウッパニシャット文献においてである。ここでは、リンネという語は用いられず、語化とに道の説として現れる。チャーン道義や五から三から十とブリハットアーラニアか六から二の両ウッパニシャットに記されるプラバーハナジャイバリオーの徳、語化に同説が著名である。語化説とは五つの最下になぞらえ、 死者は月に一旦とどまり、雨となって地に戻り、植物に吸収されて、穀類となり、それを食べた男の生死となって、女との性的な交わりによって体内に注ぎ込まれて、胎児となり、そして再び誕生するという考え方である。二、道説とは、再生のある道。それへたちの道と再生のない道。神々の道の二つを指し、再生のある道。 輪廻とはすなわち五仮説の内容を示している。これがバラモン教、後のヒンドゥー教における輪廻思想の方がである。そして様々な思想家や多宗教であるジャイナ教、仏教などの輪廻感の影響も受けつつ、後世になってヒンドゥー教の輪廻説が集大成された。すなわち輪廻教義の根幹に、信人と教、カルマを置き、これらによって次の輪廻、 来世の宿命が定まるとする。具体的にはカースとバルナの異界が定まるなどである。行為が行われた後、何らかの結果がもたらされる。この結果は行為の終了時に直ちにもたらされる事柄のみでなく、次の行為とその結果としてもまた現れる。行為は行われた後に何らかの余力を残し、それが次の生においてもその結果をもたらす。 この結果がもたらされる人生は、前世の行為にあり、行為、カルマは輪廻の原因とされる。生き物は、行為の結果を残さない、行為を超越する段階に達しない限り、永遠に生まれ変わり、生まれ変わる、次の生は、前の生の行為によって決定される。天国での永遠の恩寵や地獄での永劫の、懲罰といった、この世以外の来世は輪廻のサイクルに不均衡が生じる。 ため、ありえないことと考えられた。これが、行、行為に基づく因果応報の法則、全員落下、悪因果化、自業自得であり、輪廻の思想と結びついて、高度に理論化されて、インド人の死生観、世界観を形成してきたのである。なお、マヌ法典では、女性は、どのバルナ、身分であっても、輪廻転生する、ドビジャ、二度生まれるもの。 再生族ではなく一度生まれるだけの栄華じゃ、一生族とされていた、修道、霊民と同等視され、女性は再生族である夫と食事を共にすることはなく、祭祀を主催したり、マントラを唱えることも禁止されていた。仏教においても、伝統的に輪廻が教義の前提となっており、輪廻を苦と捉え、輪廻から下脱することを目的とする。仏教では、輪廻において、 主体となるべき我、永遠不変の魂は想定しない、無我。この点で、輪廻における主体として、永遠不滅の、我、アートマンを想定するとのインドの宗教と異なっている。無我でなければそもそも輪廻転生は成り立たないというのが、仏教の立場である。輪廻に主体、我、アートマンを想定した場合、それは結局、常住論。 永久に輪廻を脱することができないか滅論。輪廻せずに死後、存在が停止するに陥る。なぜなら死体、我が存在するなら、それは向上か無常のどちらかである。向上であるなら、我が消滅することはあり得ず、永久に輪廻を続けることになり、無常であるなら、我がいずれ滅びてなくなるので輪廻は成立しない。このため死体を否定する無我の立場によってしか、 輪廻を合理的に説明することはできない。仏教における輪廻とは、単なる物質には存在しない、認識という働きの移転である。心とは認識のエネルギーの連続に、仮に名付けたものであり、自我とはそこから生じる錯覚に過ぎないため、輪廻における、単立常住の主体、霊魂は否定される。輪廻のプロセスは、生命の死後に、認識のエネルギーが消滅した後、 別の場所において新たに類似のエネルギーが生まれるというものである。このことは科学のエネルギー保存の法則に例えて説明される場合がある。この消滅したエネルギーと生まれたエネルギーは別物であるが、流れとしては一貫しているので、意識が断絶することはない。また、このような一つの心が消滅すると、その直後に前の心によく似た新たな心が生み出されるというプロセスは、 生命の生存中にも起こっている。それゆえ、仏教における輪廻とは、心がどのように機能するかを説明する概念であり、単なる死後を解く教えの一つではない。原始仏典では、基本的に、天、人、畜生、楽器、地獄の五道輪廻が解かれる。経典によっては、アシュラミが解かれることもあるが、このアシュラは、楽器、天人のいずれかに分類される。 もしくは修羅道として一つの道とみなし陸道を説く場合もある。これら天、人、修羅、畜生、楽器地獄を合わせて陸道と称するようになった。広大になり大乗仏教が成立すると輪廻思想はより一層発展し陸道に正門、縁学、菩薩、仏を加え陸道と合わせて十回を立てるようになった。一方、 ブッダの教説は輪廻の存在を認めるものなのか否定するものなのかという議論は現在も少なくとも日本の仏教学会では続いている。現代の仏教者、僧侶、仏教研究者の中にはブッダは輪廻を否定したという主張が少なくない。このような言説を包括的かつ批判的に扱った学者として松尾則明がいる。松尾によれば輪廻の否定には ブッダが、1、そもそも輪廻は存在しない、と考えたという見解と、2、人は輪廻に止まるべきではない、と考えたという見解があり、両方とも輪廻を否定しているものの、その意味内容は全く異なるとする。この二つの考えは、二律背反に見えるが、1、ブッダは輪廻の存在を否定していたが、当時の人々が輪廻の観念に縛られていたため、仮に是認しただからこそ、二 輪廻という想念に止まるべきではないと説いたとして、意味を読み替える場合に、両立する。このような立場を、松尾範明は、輪廻想念説と呼び、このような立場を指示する記述は、パーリ聖典には見出されず、修行を未完成者は死後輪廻する、ゆえに修行を完成させて、輪廻から下脱せよという趣旨の、輪廻は存在しないという説とは反対の言葉が多く、見出されると述べる。一方で、 パーリー聖典の決定的資料性を否定し、ある種の仏教の本質を想定することで、そこから帰結的に輪廻否定が導出されるとする、立場もあるとする。松尾によれば、和辻哲郎は仏教の本質として無我説を用い、自らの輪廻否定説の根拠としているという。さらに、仏教の本質を広大に明確化された空の教説に、見出し、1と二。 の両立性を二大説によって説明する見解もある。松尾によると、空を用いた輪廻否定は、実質的には、無我説を用いたものと同じであり、この場合は、辰木が、ブッダの真意を説明したテキストである、中論を根拠として提示することができると述べている。輪廻転生を理論的基盤として取り込んだ、インド社会のカースト差別に反発して、インドにおける、 仏教復興を主導したビームラーをアンベイドカルは、独自のパーリ仏典研究の結果、ブッダは輪廻転生を否定したという見解を得た。この解釈は、アンベイドカルの死後、インド神仏教の指導者となった、ササシュレイにも受け継がれている。このように輪廻否定を積極的に主張する、仏教とグループを、ダンミ派と呼ぶ。ジャイナ教において、輪廻とは、 様々な存在領域への再生、復活が繰り返されることを特徴とする、この世での生活のことを言う。輪廻は苦痛、不幸に満ちたこの世の存在であり、そのため、望ましくない、放棄するべきものだとされる。輪廻には、始まりがなく、魂は、悠久の過去からカルマに縛られていたことに気づくのである。猛者、下脱は、輪廻から解放される、唯一の手段である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。